阪急交通社公式チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。辰巳敏です。私は45年にわたり谷崎潤一郎を研究してまいりました。今回は皆様よくご存知の「セサミ駅」のストーリーを3回にわたってお伝えしたいと思います。今日は「セサミ駅」上巻。セサミ駅は4姉妹の話ですが、三女ユキコと四女タヤコがストーリーを展開するんですね。今日のセサミ駅上巻はユキコが中心です。それではどうぞお楽しみください。また後ほどお会いします。今からセサミ駅の話をいたします。セサミ駅というのは昭和11年から16年まで戦争の直前までの話、その直前までの阪神間芦屋、主に芦屋のこと、芦屋でのことを書いた4姉妹の話です。で、これは、谷崎潤一郎の最後の奥さん、松子さんですね。松子さんの、兄弟と、松子さんのお姉ちゃん、そして妹2人、この2人、この4姉妹と、特にこの幸子さんと貞之介の家庭を中心とした、芦屋の家庭を中心とした話ですけれども、鶴子さんっていうのがいまして、この人は、本家上本町にいます。そして養子の達夫さんで、芦屋に住んでいる幸子さんも養子、貞之介っていうのがいるんですけれども、そこにこの雪子と、妙子という独身の妹たちがちょくちょくやってくるという話です。で、これにちゃんとモデルがいまして、実は、貞之介というのは谷崎がモデルですし、そして幸子という2番目のお姉ちゃんは松子がモデルで、そしてその下の妹の茂子さんと信子さんが書かれています。つまり、本当に「セサミ駅」というのは事実そのままなんですよ。昭和11年から16年まで谷崎潤一郎が東灘の大崎というところで住んだ、その時のことを本当にそのまま書いたわけです。フィクション性が極めて低い小説なんですね。ほとんど小説の中に書いてるのは事実そのままなんです。これには証言者がいまして、松子さんですね。松子さんが、亡くなるまで、82歳で亡くなったんですけれども、その前10年間、72歳から82歳まで、私、プライベートにもお付き合いしておりました。彼女はこんなことを言っておりました。「セサミ駅は私らが鳶高林の家で過ごした時のことが、まるで日記のようにほとんどそのまま書かれていて、小説のような気がしない」と言ってました。まあ、セサミ駅には本当に細かく日付が入っておりまして、後の日記小説の前触れみたいなところがあります。セサミ駅は、セリフで始まりますね。ご遺産頼むわという有名なセリフで始まるんですけれども、妙子が、この幸子の後ろを通るんですよ。芦屋に住む、次女の幸子が近くの家で催されるミニリサイタルに行くためにお化粧をしてるわけです。で、後ろを通った妙子に襟足のお化粧を塗ってもらうことを頼むんですね。それが「小石さん頼むわ」とこうハケを渡すシーンです。原文をちょっと紹介いたしますと、鏡の中で廊下から後ろに入ってきた妙子を見ると、自分で襟を縫いかけていたハケを渡して、そちらを見ずに目の前に映っている長襦袢姿の貫右衛門の顔を他人の顔のように見据えながら、「ゆくちゃん今下で何してる？」って聞くんですね。つまりこの兄弟は、この姉妹は鏡の中で映っている自分と相手の顔を見ながら鏡の中で会話するという、そういう非常に優れた冒頭で始まります。2人はお話をします。で、この妙子と、それから今話している幸子の間にユキコっていうのがいます。これが三女のユキコなんですけれども、妙子はお姉ちゃんの質問に答えます。キアンちゃんっていうんですけど、ユキコのことですね。今、エッちゃんのピアノ見てあげてるらしい。
えちゃんっていうのは幸子の一人娘ですね。で、幸子は、うーんと言いながら、目の前にある兄弟の引き出しを開けまして、写真を出して、妙子に見せます。なあ、小石さん、ゆっこちゃんの話、また一つあるねんで、っていう話を始めるんですね。つまり、ゆき子というのはもうすぐ30になるんですね。冒頭、物語の冒頭にはもう30になってるんです。30になりかかってるんですけれども。そのゆき子は今まで古ほどあった縁談をずっと断ってきて、牧岡っていうのは船場の老舗なんですよ。古い古い、お店なので、すごくプライドが高くて、相手に対する条件がすごく厳しかった。その関係でずっとゆき子は生き遅れているわけですね。で、この生き遅れた三女のゆき子と、そして四女、今ハケを塗って、ハケで襟足を塗ってくれてる四女の妙子が中心となった話なんです。この二人、非常に対照的でして、非常に行動的な三女の妙子と、この右側ですね。そして、本当に戦前の阪神館にはよくいた、おっとりしたおとなしい昔ながらの女性、三女。そして、活動的な四女、妙子さん。これが、話が続いていきます。妙子さんというのは非常に活動的でして、まず山村流の踊りを長いこと習っていても、もうちょっとで名取りという感じですね。そして人形制作をしまして、まあ、これ趣味でやってるんですけれども、とてもお上手で手先が器用なので、展覧会を開いたり、そしてそれでお小遣い稼いだ儀をしたりして、それだけでは飽き足らず洋裁を習い始めてるんですね。これが田中千代洋裁学校をモデルとした玉木洋裁学校という名前になってます。中間のところで出てくる洋裁学校ですね。一方、三女のゆき子は自分の意思をはっきり言いません。例えばお見合いでお姉ちゃんが、今度の人どないやのってこう意見を聞くと、うんって言います。なんや、嫌なんか、気に入らんのかって言いますと、またうんって言うんですね。だからお姉ちゃんがイラッときて、どっちやのって言うと、ゆき子はこう言います。うちは姉ちゃんが意見言うたら、どこなく行くし、と言いながら、その決定権を全部周りに任してしまう。だけれども、本当のところ、のらりくらい、のらりくらい逃げるという、これがゆき子の面白いところなんですね。この二人。四女の妙子と、三女のゆき子なんですけれども、4年前ある事件を起こします。というのは、四女の、妙子には恋人がいまして、奥畑慶三郎という宝石商の三男坊なんですけれども、この二人長いこと付き合ってるんですが、お姉ちゃん三女のゆき子が結婚しないと四女の妙子は結婚できない。まあ昔はそういう、上のお姉ちゃんが結婚しないと下は結婚できないという順番がありましたので、で、もうイラッとこのしびれを切らして、四女の妙子は奥畑慶三郎と二人で駆け落ちをします。そして、天満の近くの曖昧宿に泊まってますと、そこに臨時検査、臨検というのは昔ありまして、警察がどかどかと入ってきて調べるんですね。それに引っかかってしまって、連れて行かれるわけです。まあ、それをですね、三文新聞が、それを書き立てまして、明くる日、天満署に保護検索されたのは、船場の宝石商の息子の奥畑慶三郎と牧岡由紀子と書かれてしまったわけですね。妙子の仕業のようのに、牧岡由紀子と書かれてしまったわけです。で、長女の旦那さん、達夫は頭に来まして、新聞社に行きまして、まあ、まずこんなこと書くなと。それに第一、これは、ユキコじゃなくて妙子なんだと言ってしまったわけですね。そうなってきますと、あくる日の新聞には、昨日ユキコと書いたのは妙子の間違いでしたっていうふうに訂正記事が出たものですから、その新聞を手に持ったユキコが多数のところに、詰め寄っていくんですね。こんなもんほっといたらええんや、私がこんなことする人間やないことを私を知ってる人なら分かってくれはる。それをお兄さんがわざわざ公園に行ったから訂正記事まで出て、ほんまに恥の裏の上塗りや。それに第一、これで、こいちゃん、妙子さんが
不良になってもなったらどないすんのって言うんですね。この文言をちょっと見ていただきたいんですけども、ゆき子っていう人はおとなしいのに一旦口を開くと非常に論理的なものの言い方をする人なんですよ。それ以来、ゆき子とたえ子は、長女の旦那さん、たつおと折りが悪くなって、しょっちゅう2番目のお姉ちゃん、さし子の足屋の家に出入りするようになるわけです。さて、上官の一番最初のゆき子の見合い相手は、左側の瀬越っていう人ですね。谷崎潤一郎が昭和2年に文楽に凝って、そして文楽の影響を受けたとお話をいたしました。文楽人形のこう典型的な顔であればあるほど、つまり個性がなければないほど、見る人がどんどん想像ができるということを受けて、自分の作品の中にも女の人の顔をなるべく典型的に、はっきりとした個性の出ないような外形の描写をし始めた。これが昭和2年以降ですが、もちろん、さすめ駅というのは昭和18年以降発表された作品ですから、さすめ駅の中に載っている女の人の顔は本当に類型的なんです。顔がこう浮かばないですね。その反対に男性の顔は非常にはっきり出ておりまして、このようにイラストレーターの方が書いてある通りに絵に描いてって言いますと、彼女は描いてくれた。非常に男前。しかもこの人は初婚で外資系に勤めている。フランス語を習っているゆき子にしたら願ってもない相手だったんです。ところが、これがよくよく調べてみると、お母さんが精神病院に入っているということで破談になります。そうこうしているうちに、長女の旦那さん、達夫が東京に転勤になるという話になるんですね。で、達夫は、本家の養子だから、あんまりあちこち動くわけいかないので、今まで遠くの転勤は全部断っていたんですけれども、銀行員ですから、銀行員が転勤を断るということは、出生の見込みがなくなるわけです。で、今回東京の支店長という大英店の話なので、もしこの話を断ったら、もう自分は一生窓際族、出世することは諦めないといけないということで、達夫は、長女の鶴子を説得するわけです。で、最初は嫌がってた鶴子、ね、関ヶ原から向こうはみんな田舎やと思っている。田舎なんか行くの嫌やって言ってぐずるんですけれども、説得されて諦めて倉庫の整理をします。ですから、この鶴子っていうのは上官で、以降もほとんど出なくなるんですけれど、まあ、芝居や映画ではこの東京行きの話は一番最後に出てきますね。大女優使ってますから、途中で消えさせるわけいかないということになります。この頃、幸子さんにはある事件が起こります。幸子さんは悦子を産んでから10年間子供ができなかったんですけれども、そんな、妊娠してるとは知らずに友達と一緒に有馬温泉に行くんですね。それでバスで六甲越えをします。そうするとそのバスで六甲越えをしたせいで流産してしまったことに気がつきます。あんた堪忍してくれるわな。何が？私が不注意やってんわ。そんなことあるもんか。僕はかえって前途に希望が湧いたような気してるね。まあ、つまり子供ができる可能性があるっていうふうに、まあ、天之助は、幸子をなだめるんですけど、なだめればなだめるほど幸子は、悔しくて、泣くわけです。まあ、非常に優しい旦那さんである天之助が描かれているわけですが、この話にも裏話があります。谷崎潤一郎と結婚した松子さんは、実は谷崎との間に子供が欲しいと思いまして、朝晩観音様に手を合わせて、どうぞ子供が授かりますようにって祈ってました。そしたらその祈った甲斐があって妊娠するんですね。松子さんは喜んで谷崎に報告します。そうすると谷崎は難しい顔をして、悪いけどその子供は下ろしてくれと言うんですね。マスコはもうびっくりするんです。谷崎はこんな風に言います。僕はあなたを得たことによって芸術的にどんどんインスピレーションが湧いてきて、高貴な女性、上楼を描くことができる。
でももしあなたが子供に子供ができて子供の世話をしていたらあなたは普通の、世話好きな女房になってしまって上流高貴な女性のイメージが失せてしまうだろう。僕はそれは耐えられない。僕の芸術のためにどうか子供は諦めてくれ」って言うんですね。マツコさんはどんなショックだったでしょうか。まあ、そのことをいろんなエッセイに書いておられるし、晩年、になってからもこの話をすると必ず涙をこぼしていらっしゃいました。ですけれども、そんな時に出てきた話が、鶴子がですね、最後に東京に行く前に、まとめてきた話なんですけれども、上司からの話なんですが、東京に行ってから、一個、まあ、その見合いの話が、幸子の病気でどん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 伸びているんですね。で、その、まあ後で出しますけど、この野村という見合いの相手はパッとしないんですよ。でも、ゆき子は、行くって言うんですね。つまり、お見合いが神戸である。ゆき子はもう、阪神間、特に神戸大好きですから、東京から神戸に帰ることのできる何らかの、こう、口実ができたら。ということで、見合いに乗りまして、東京から神戸まで戻ってきます。それがこの相手。まあ、見た目は、貧弱ですし、しかもこれ再婚で、まあ、奥さんと2人の娘とは死別、死に別れてるんですけれど、どう見てもその一個にふさわしい相手とは思えない。だけど一個は、彼が気に入ったというよりも、神戸に戻れる、神戸で見合いできるということだけで、これを、見合いを承諾します。さあ、あまりにも綺麗な一個さんです。舞い上がった野村はですね、本当にワクワクしまして、もうぜひぜひ私の踊りのうちに来てくださいと言って、その見合い後、自分の家に案内するんですよ。で、ぞろぞろ、幸子や、それから仲人になろうとしている人たち、世話した人たちがぞろぞろついていったら、これが崖っぷちの借家でしてね。で、家路をこう案内する、その野村は、もうはしゃいでですね、どうぞどうぞと言って、6畳の茶の間に連れて行って、そこには仏壇があります。仏壇を開けますと、そこに先妻と亡くなった2人の娘の遺影が飾ってるんですよ。そして、チーンってやって、今帰ったよって声をかける。当然、ぞろぞろついていった人間は、なんとなくしらけますわね。シーンとして、しらじたとした空気が漂いました。さあ、いつものようにゆき子は、うんともすんとも言います。気に入ったとも気に入らんとも言いません。幸子は、流産後、そんなことをしましたので、具合が悪くなって伏せてますと、妙子がですね、ちょっと三宮に買い物に行ってくるけど、なんか用ないって言いました。幸子はその布団の中から、ああ、そしたらゆき子ちゃん連れて行って、ほんで悪いけど、この間の見合いのことちょっと聞いてくれへんって言いましたので、ええでと言って、妙子とゆき子は三宮に連れ立って買い物に来ました。ゆき子さんという人は内向的な人ですけど、買い物は大好きなんです。そして、散々こうショッピングした後、家にお土産買って帰ろうということで、ユーハイムのケーキでも買って帰ろうって言って寄りますと、奥の方に喫茶部がありまして、その喫茶店のドアがギーッと開きまして、中からなんか全然冴えないおっさんが出てきまして、ゆき子さん、この間どうも。妹さんですかね。僕、中でお茶飲んでるんですけど、よかったらどうぞって言いました。ゆきわと言いますと、もじもじいたしまして、いや、ちょっと急いでますよってに、と言いながら、妙子の袖を引っ張って、ごいちゃん、早い行こう、早い行こうって言うんですよ。え、誰？思って、外にそそくさと出た2人。妙子は知らない人ですから、誰やの？って聞きますと、あれな、こないだお見合いした野村さんやねん。で、どないやの？妙子はね、お姉ちゃんからちゃんと聞くように頼まれてますからね、どないやの？と聞きますと、と言いにくそうに口ごらごもらせるんですね。この時の様子を妙子は後に幸子にこんなふうに言います。私に家を見てもらおうという時に、何もそんなものを
見えるとこへ出しておかなくとも良さそうなものなのに、奥さんと娘の家の話をしているわけですね。あの人は写真を急いで隠しでもすることか、わざわざあれが見える飾ってある仏壇の前に案内するとは何事やろ。あれを見ただけでもとっても女の繊細な心理などが理解できる人ではないと思う。皆さん、すっごい長ったらしい文言ですけれども、これ結構論理的なんですね。まあ一言言って、もし太古の言葉を借りるなら、あんなデリカシーの男、ない男、嫌やってこれで済むのに、それを、まあ理路整然という、理路整然と自分が断りたいということを言う。これがユキコという人なんですよ。それを面白がって聞きながら、太古に、幸子はこう言います。ゆっこちゃんはなあ、黙ってて何でも自分の思うことをせなあかん人やわ。今に見てて。旦那さん持ったかってきっと自分の言うなりにしてしまうよってに。という意味深長なゆっこを表す言葉で。というわけで、上巻は終わります。次回は、中巻のお話をいたします。中巻は、昭和13年に阪神大水害が起こったことをそのまま取り入れまして非常に迫力のある場面が出てきます。で、この阪神大水害が太古を変えるんですね。さあ、どんなふうに太古は変わるんでしょうか。中巻は太古の巻です。上巻は雪子の巻でした。では、またこの次に。